俺の名前は京平。地方の中小企業で営業マンとして働くごく普通のサラリーマンだ。そんな俺には3ヶ月前から付き合っている同じ年のエイミという彼女がいる。なぜかエイミは付き合った当初から結婚しようと言ってくる。俺はまだ付き合って間もないのに、もう少し先にしてもいいだろうという気持ちがあった。だがエイミは結婚適齢期を超えてきているため、早く結婚したいようだ。エイミの気持ちもわかるので、俺は半年後くらいに入籍しようと考えている。付き合った当初は頻繁に連絡したり、電話も毎日していた。しかし、2週間前からエイミとのやりとりや電話が一気に減った。エイミは仕事をしている。そのため、仕事が最近忙しくなったのかなと思った。俺は仕事の邪魔をしたくないと思い、俺からも連絡しないようにしていた。そのため、1日1通の連絡しか取り合わなくなってしまったのだ。そんなある日、俺とエイミの共通の友人、ビーリから、こんな話を聞かされた。私さ、最近いろんな人のブログ見るのにハマっているんだ。そこでたまたま見つけたんだけど、一人の女性ブロガーのブログの内容、なんか京平とエイミの今までの内容によく似てるんだ。おそらくエイミが書いていると思う。読んでいると最近のところでちょっと怪しいところがあるんだよ。ん？何が怪しいって？エイミのブログにある時から男が好意を寄せているようなコメントを書いている。その日を境に京平とエイミのカップル生活の内容がなくなってきて、ついに京平の話が全く出なくなったんだよ。完全に浮気しているなって感じて。ビーリー曰く、そのコメントしていた男もブロガーらしい。プロフィール欄を確認すると、なんとこの町に住んでいるようだ。それを見た瞬間、一気に嫌な予感がした。翌日の21時頃、仕事帰りにエイミのマンションに寄ってみた。すると、エイミの部屋の鍵は開いたままだった。そっとドアを開けて中に俺は入った。そこでエイミの浮気現場を見てしまったのだ。玄関には見知らぬ男の靴があり、廊下には男女の服と下着が脱ぎ捨てられていたのだ。寝室からは行為の真っ最中なのだろう。甘い声が聞こえた。さすがの俺も、エイミと男、仕様がやっているのを見たくないので、終わるまでリビングで待っていた。しばらくすると、寝室のドアが開いた。エイミと仕様が出てきた。ソファーに座っている俺を見たエイミの表情が固まった。ふぅ、どうも。随分と楽しんでいたようだな。え、どうして?どうしてって聞きたいのはこっちの方だよ。お前らどういう関係なんだ？いつから浮気していた？エイミ、隣の男は誰なんだ？俺は怒りながら早口でまくし立てる。もう嘘はつけないと思ったのか、エイミはゆっくりと話し始めた。あの、この人は CEO さん。京平には話してなかったんだけど、私、前からブログをやっていて、そのブログにある日、CEO さんがコメントをくれたの。それが嬉しくて。だって、今まで私のブログに誰もコメントくれなかったから。しかもこの町に住んでいるし、連絡交換したら、こういう関係になったの。おい、ちょっと待てよ。エイミは俺と早く結婚したいんじゃないのか？俺は半年くらいで結婚の予定をしていたんだ。しかも俺たちはまだ付き合って3ヶ月だぞ。エイミはそんな簡単に別の男に乗り換えてしまう女なのか？京平はすぐに結婚してくれるって言ってくれない。私は一日でも早く結婚したいの。一日も待てないわ。そんな中、私とすぐに結婚してくれるって CEO が言ってくれたの。だから私は京平とは結婚しない。CEO と結婚するって決めたの。毎回避妊具なしで CEO とやっているのよ。早く子供ができてしまえば、親たちも交際期間が短くても納得してくれるし、心配や反対もされずに結婚できると思ったの。エイミのあまりにも馬鹿げた考えに、俺は唖然とした。どう
考えてもエイミは好きな男性と結婚したいのではなく、誰でもいいから早く結婚したいだけのようだ。結婚に焦っている女だった。俺はこんな尻がる女とは絶対に結婚したくないと思った。結婚する前にエイミの信じられない姿を見れてよかったよ。俺はエイミと別れるから、エイミは CO と結婚しろ。言い放ち俺はその場を去ろうとした。その時 CO から信じられない言葉を聞いた。エイミとは俺は結婚できない。俺には妻子がいるんだ。だからエイミは恭平さんにあげる。それを聞いて一番驚いたのはエイミだった。嘘でしょ。一体何がどうなってるのよ。妻子がいるなんて今まで一言も話してくれなかったじゃない。そもそもエイミは俺が既婚者かどうか知ろうともしなかっただろう。エイミの頭の中は常に結婚することしかなかった。俺のことは全く興味がないじゃないか。俺はただエイミをストレス解消のために利用していたんだ。ネットで簡単に体の関係が持てそうな女を探したらエイミが出てきたんだ。俺はエイミのことなんてこれっぽっちも愛してない。出会ってすぐに非人具なしの性行為を求めてきたのはエイミだ。俺はラッキーと思っただけだよ。じゃあな。そう叫ぶと CO は出て行ってしまった。しばらく呆然としていたエイミがいきなり泣き出して俺の足にしがみついてきた。恭平、ごめんなさい。私が悪かったのよ。許して。お願い、私と結婚して。俺の足にしがみつきながら懇願するエイミのくずっぷりに吐き気がして、エイミを振り払った。俺にはもう関係のないことだ。誰がエイミのようなやつと結婚なんかするか。もう二度と俺の前に現れるな。叫んで俺はエイミのマンションを後にした。その後エイミは気が触れてしまったようだ。毎日100通を超える着信とメッセージが届く。俺はエイミが怖くなった。何度もやめろと言ってもエイミは考え直すことはなく、しつこかった。ついには俺の家の前まで毎晩押しかけてきては玄関ドアを激しく叩いた。まさに常軌を逸している行為だ。恭平、開けてよ。中にいるんでしょ。お願い。半年後には結婚してくれるんでしょ。それを早めてくれればいいだけよ。お願いだから早く私と結婚して。そのエイミの雄たけびは夜から朝まで玄関前で続いた。さすがにこれは近所迷惑になるし、俺もストレスが溜まってきた。ついに俺は警察に通報した。警察はすぐに来てくれた。俺の部屋の玄関前で大騒ぎしているエイミを捉えていった。室内からも感じたためドアを開けた。ありがとうございます。あの女、毎晩俺のことを苦しめてきたんで助かりました。そして俺は警察官にエイミとのことをすべて話した。エイミは警察に捕まってもなお大騒ぎしている。見ているこちらが恥ずかしくなるほどだった。だがこれはエイミの姿を見る最後だろうと思うと清々した。あれから数ヶ月後、俺はエイミのことを思い出すのが嫌で別の町へ引っ越した。エイミのせいで正直俺は女性恐怖症となっていた。エイミとは真逆の性格のディーオと出会った。ディーオは穏やかな女性だった。俺はディーオと交際することにした。ディーオと付き合って半年になる。最近俺もディーオも明るい未来の話をするようになった。最後までご視聴いただきありがとうございました。